カモン・ベルヌーイ家は17世紀以降に活躍したヨーロッパの学者の一族。3世代のうちに8人の結出した数学者を輩出した。ベルヌイ、ベルヌーリ、ベルヌリとも呼称される。祖先はフランドルのアントウェルペンで医師をしていたレオン・ベルヌーイ。アントウェルペンを含む南ネーデルラントは当時カトリックのスペイン領であり。 息子のヤコブ・ベルヌーイは、ユグノー迫害から逃れるため、1570年にフランクフルトに移住した。同じく、ヤコブと名付けられた、ヤコブの孫は、高信領商人となり、1620年に、スイスのバーゼルに移住して、市民権を得た。その息子のニコラスも高信領商人となり、マルガレーテ・シェーナウアーと結婚した。ニコラスの息子は、学者一族の第一世代となった。 一族で特に有名な人物は、ニコラスの息子のヤコブとヨハン、ヨハンの息子のダニエルである。ニコラス・ベルヌーイには数学の名門一族を築いた息子が3人いる。さらに下の世代には小惑星・ベルヌーイは、ベルヌーイ家にちなんで命名された。ありがとうございます。